か聞こえた今、どうしよう。え、怪奇現象ですか。怪奇現象ってこと。お化けだよ。なんで開けてるんですか。え、なんで来たの。めっちゃ恋するから。え、なんで来たの。呼べない呼べない。絶対集まってると思って。てか見てたし、あず、え、えって打ちましたし。呼べない呼べない。かすりが呼べない。え、なんか来た。呼ばれてます。呼ばれてます。なんで開けてるんですか。美容人ですよ、美容人。呼ばれてます。美容人ですよ。なんかまあ、あず入ってくなった。めっちゃ自己紹介してる。全然呼んでないから大丈夫。全然大丈夫かも。あ、動物園。ね、動物園かもしれない。え、マジで、マジで誰も呼んでない。え、なんでここにいるんですか。なんでかすみがいるの。かい違うじゃん。確かに。なんでここにいるんだよ。だって普通に。かすみとか呼ばれてるんだよ。え、あずは、見る人。え、ゆうきさん、あずは。え、呼んでない。いや、でも結構ガチで、あの、絶対あずちゃんはこのショールーム見て知って来るかなって話してた。だからあげといたんですよ。そう。え、待って、ちゃんとあげといたから。え、ちゃんと通知来た瞬間見ましたから、ね、やばマジで。おもろい。で、一瞬でかすみの声聞こえて腹立ちました。ちゃんと来た、みんな揃った。みんなでご飯行ってたんだよね。美味しかったね。美味しかった。当たりだったね。めちゃ当たりでしたね。なんか今日の、今日の香川公園に出てた17期と18期全員でご飯に行ったんですけど、なんかみんなね食べたいのがなくって決まらなかったから、とりあえず歩いてみて、なんかあったら、あったら行ってみようって。ここ誰も連れなくない？優しい。とりあえずでも見えね、リップ塗ってないよ。いや、リップだけぐらいいやろ。血色ない。髪もね、あの、写でしょ。あず、あずゆきのツーショット。いやだよ。いや、あずゆきのツーショット。イエーイ。イエーイ。イエーイ。手だけ。え、なんかいる。なんかいる。なんかいるってやめてくださいよ。なんかいるってやめてください。そう、あ、ゆきたんもいる。これ誰だ。これ誰だ、わかるよ。声でわかります。声でいける。そう、行き当たりばったり。お、すごい、現場にいるの初めて見てるの。見せて、見せて。だわ、ありがとう。おお、見てるよ配信、当たりも。ありがとう。今日は全員集合です。集合、全員集合。え、ね、映っちゃった、やばい。どうだった今日の公演。え、楽しかったです。初めての香川だった。あ、え、香川、はい、これ。え、ねえねえ、持ってきたんだけど、このみんな話してくれ。紹介してください。え、紹介してください。ね、売ってたの。何これ。売ってましたよ。そうかな。呼ばれてなんか紹介させられたんですけど。呼んでないんですもん。呼んでない。誰も呼ばないやん。一緒に行った場所ですよ。え、一緒に行った場所にありましたよ。メモ買いたかった。コンビニ。めっちゃ売りましたよ。売ってたね、確かに。これなんかどこにでも飲む。これ茹でるやつ。茹でるやつ。茹でるとこれ食べても茹でるやつ。食べちゃったんですか。教えてくれてもよかったじゃん。怖い。あやちゃん、怖い。あいちゃん、これありましたよ。雄大さんがこんばんはだって。やんぼー、こんばんは。いっぱい香川、え、どこでも売ってるらしい。ママから、え、どこでも売ってるとかやめてくださいよ。どこでも売ってるとかやめてくださいよ。もう見てる。あ、マオリン、え、あずちゃん、あずちゃんママ。いや、絶対嬉しいよ。消しちゃった電気。なんか消えましたよ。マオリンゴさん、赤ずきん、赤ずきんくま、ありがとう。よいしょ。ありがとう。見えたった。かすみん、お疲れ様だって。え、誰ですか。え、誰？誰だって。誰？一人泣きやず。かわいい。あと目の焼けとか浮き。等身大ヤドン。え、等身大ヤドンは見てないかも。え、あるんですかね。え、あるのかな。あ、なんかずっといる。おりんさんがめっちゃテンション上がってました。え、かわいかった。めっちゃダッシュで、リアになって当然大変で、ね、全力疾走してた。え、キャリー走、キャリー持ちながら。え、めっちゃ全力。え、かわいい。え、かわいい。
水島美優さんネタ起きてますよ。そんな数分で寝ない。早すぎでしょ。赤ちゃんみたいじゃん。赤ちゃんだよね。みんな赤ちゃん。みんな赤ちゃん。なんか本当に今日のメンバー。え、ミカさんやってよあれ。やって、さっきも。やですやです。やって、もう見せちゃうよ。乗せちゃうよ。そんなん。怖い。脅迫だ。クセ強メンバーすぎて。お、え、誰が。おうち。誰が言ってんだよ本当に。おうさん、おうちありがとう。おうちとかあるんですか。おうちタワー。おうちタワーとかあるの。おうちタワー。おうちタワーありがとう。すごい。ありがとうございます。みゆとあず、みゆとあずちゃんもいる。いないよ。え、今さら。今さら。今さら。今さらか。みんな可愛い。え、ありがとう。ええ一ちょっと違う。え、うどんが食べたい、最高だって。あ、え、嬉しい。うどんが食べたい。ま、本当にあれめっちゃ緊張した。リハで急になんか、あれよ急に凍りつきましたよね一瞬。え、みんな、え、本当にガチの感じで。え、みんな笑ってなかったですか。笑ってなかった。みんな、え、笑ったよ。え、本当にえってなってたよね。え、びっくりした。え、マッチさん日本が来ると思ったら、ヘビーローテーションを今日今月から集中公演のあの一曲でやったんです。今日から披露したんですけど、今日始まってるよ今月。披露したんですけど、あのワン、あのカスミンがねセンターで、そうですヘビーローテーでワンツースリーフォーあるじゃないですか最初のセリフを。それをカスミンがなんて言ったの？うどんが食べたい。そう。ズンズン、うどんが食べたい。おかしいやん。しかも多分本番はちゃんと元気に言ったよね。そう、リハマジでもそうって言った。そう、よどうしようかなみたいな、食べたいぐらい感じた。なんかめっちゃだるそうに、そう、うどんが食べたい。やるかな、リハマジで。本当に、え、でも差し入れないから愚痴言ってんのかなみたいな。え、でもまだうどん食べてないね。それな、明日食べてない。うどん食べてない。定休日すごい。そうね。あ、来た。でもどうしても。何これ、置いて置いて。来ますよ。そんな元気だった。いや、ちょっとだるそうに。あ、すみません、ちょっと。あ、マサさん、クマありがとう。食べたい食べたい。結構元気じゃないですか。食べたいって手を挙げてるから。本当にえってなってるのが面白すぎた。ゆりさんと目合ったもん。え？なんかゆりさんちょっと似合うみたい。ゆりさんって感じだった。後ろ全然見えないからさ。本当に困ってたよね。マジか。おもろかった。でも最高。ああいう流れかと思ってました。三曲目は。じゃあ明日も楽しみに。確かに明日楽しみ。え、マジで。言わないでね、あずたちにも。相談もしないでね、一回目。最初リハまで。見たいし。え、あり、ありですよ。それある。鬼退治だって。あ、おかえ、あ、そっか、会場変わるんだ。え、確かに。そう、え、そう、明日会場変わるんですよね。そうですよ。明日は、明日は今日と違う。え、怖い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 。え、みたいな声やめてください。お元気、ありがとう。会場変わる。明日岡山、え、岡山でしょ。あ、そういうこと。え、怖い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 。そういう会場が変わると岡山。え、急に会場来てくれる人いますか。え、いない。いるよね、みんな。いや、いるでしょ。いるでしょ、さすがに。こん見てて、きびだんご食べたい。きびだんご、ね、きびだんごってあんこ入ってる？入ってないです。食べれる。もうおだんご、え、あんこ、めっちゃ美味しいですよ、きびだんご。あずき食べれないんですか。岡山駅キラー。でも一番このあずきがキラー。指さされてるよ、俺。あずきよりあずき。先端恐怖症ですよ、こう。グーパンチ。見て、カメラ。え、これだったらいいのか。なんでそんな先端だと。え、先端恐怖症だと。こうじゃないと。指さしたらダメってなら。先端恐怖症人がいるかもしれない。いやいやいや。あ、ダメです、ダメです。え、じゃあさ、レスでさ、指さししてたらさ、怖いのかな。いや、先端恐怖症の人は。失礼しました。静かにします。
怒られてはない、怒られてはないですですね、はい。明日岡山、明日岡山ですね。ワクワク、きび団子食べたいな。ね、きび団子って本当に売ってるんですか？え、売ってる、売ってる。え、てかめっちゃ美味しいよ。え、めっちゃ食べたことあるの？え、まあ、あのさ、駄菓子屋にさ、売ってるさ。何どれ、そうなの？え、どこに、あれきび団子じゃん、きなこ団子。違う、きび団子ですよ。きなこ棒じゃん、確かにある。え、違うよ、ちゃんと浦島太郎じゃん。あの、桃太郎が、え、でも差し入れとかでさ、たまに。先頭切ってくるよね。せめて先陣切って先陣を切ってこの部屋結構音漏れするよね。今日はすごかった。なんかライトつけながら動画撮ってたの2人が、そしたらフラッシュモブって言ったし、え、そうフラッシュのことフラッシュモブフラッシュモブって言ってて、ちょっとそういう自然と言いたかったやつ、大人ぶりたかったな。大人ですか。香川暑い、え、香川暑い、どう？涼しかった。え、暑いんだけど。今日雨降ってるから。天気が悪い。今日は暑かった。暑かった。いや、公演中。暑くはないでしょ。いや、公演中暑かった。なんか。いや、それはいつもどこの会場かもしれないですか、それ。そっか、踊ってるもんね。え、かわいい。どういうこと？え、そう、誰が一番すぐ寝るだって、誰？え、誰なんだろう。あいちゃんじゃない。確かに、あいちゃんが。ゆき今日ご飯食べながら寝てたね。そう、おにぎり食べながら寝てた。で、みゆの横に落としてた。え、やばい、すごい。あいちゃんでしょ。あいちゃんもう今も寝そう。寝たい。絶対あいちゃんが今日一番最初に寝る。あきたんの時ご飯食べながら寝てたよね。みんなそうなんよ。ご飯食べると眠くなりますね。そう。え、明日岡山。岡山どんな会場なんだろう。行ったことあるのかな。行ったことある人いますか。え、会場確かに。なんかカスミンいつもこうやって上目遣いでこうやって見てくるんですけど。さっきもずっと。やめてください。目がもう上これ以上行かないくらいの上目遣いで。やめてください。でなんていうの。見てほしいよ。言わないです。言わないです。見てほしい、本当に。面白すぎて。もう言われちゃったじゃん。言わんよ。ステージと客席が近いだって明日。え、そうなんだ。え、今日も劇場公演みたいな感じ。どこもじゃんね。全部今日もめっちゃ近かった。今日近かったですか。めっちゃ近かった。なんか高くなかった。あ、でも確かに、あの、確かに。ツアーとかめっちゃ近い時ありましたよね。みんな立ちだから。そう、ツアーは近かった。え、神奈川のツアーめっちゃ近かった。神奈川でしたっけ。あ、ゼップか、うん、確かにあずが重すぎる。さっきからずっとなんでですか。ずっとおもろい。今日も近かったね、割と。そうですね。でもいいですよね。ね、なんかどんな感じなんだ、見てみたい、最善で。あ、タワー、くるくるちゃ ん。タワーかすみの顔隠した。ありがタワー。ありがタワーですか。東京タワー、東京タワー、エッフェル塔じゃないですか。エッフェル塔クマタワー。え、すごい、そんなんあるんだ。ありがとう。あのスタンダードあれってエッフェル塔なのかな。ありがとう。タワーや、東京タワーでしょ。そうなの、うん、東京限定だってショールームって全世界共通じゃないのか。え、日本じゃないの、ショールーム。日本だけなんですか。あ、じゃあ東京だ。でもエッフェル塔かもしれない。エッフェル塔じゃないでしょ。そうだよね、エッフェル塔かもしれない。あ、じゃあちょっと見てあげる。いや、エッフェル塔だよ、絶対。あ、見せて見せて。これはエッフェル塔やろ。いや、東京タワーでしょ。違う。だってエッフェルタワーって言うじゃん。だから東京タワー、エッフェル塔じゃん、それは。確かに。いや、ほらめこまで。あ、隠されてる。え、休み NG で。やったか NG。NG。ちょっと。え、おもろい。ね、本当に面白い。休み。ね、岡山、ね、当日券とかないんだよね。ないです。なんか今日空席が何個かあったからさあ、当日券とかあったらいいなと思って。確かにキャンセルとかないですもんね。キャンセル待ちね、あったら。でもさ、地方だからさ、ね、キャンセル待ちあったら大変なんだよね、うん、ねえ明日おフォーコさん、タコタコありがとう。雪やずのほうこさん、ほうこさんね、なんか空席あった、今日結構ありましたね。プリンみたいな客席だった。
プリンみたいな色味が、ね、あでも確かにめちゃプリン可愛かった、ね、黄色と茶色で、そうなの、うん、明日どんな会場なのか楽しみ。ピンクじゃないですか、ピンクがいいな、桃太郎、桃色、うん、桃太郎、確かに岡山だし、もう明日食べるものはうちら決まってるからねもうさっき決めたからね、もう明日と明後日まで食べるの決まってる、決まってる、でお店は決まってない、明日明後日まで決まってるのすごいね、明後日霞ヶ谷スーツですか、霞ヶ谷スーツですよ、霞ヶ谷ってあれ明日霞のおごりじゃない、あそうだよ、明日は確かに今日おごりありがとうございました、いやおごりではない、おごりではないんだけど、今日半分おごりみたいな感じだよ、本当に、いや霞、霞だからその代わりに明日霞ヶ谷がおごってくれるらしい、いや本当に研究生ですよ、まだ平田さん研究生ですよ、でもね、奢ってくれるの、奢ってくれるんでしょ、いやいや、言ったことないそれ、え言ってたのに、そう、かすみ、じゃあ投票しましょう、投票、投票機能、すぐす、かすみ大好きなんですよ、投票さん、すぐ投票する、初めてやろ、じゃあ投票機能使いましょう、もう、結果分かってるやる前から、と一緒にお風呂行く、マサさん、クマありがとうございます、あ、おーさん、ゆきたん推しになってる、すごい、ありがとう、お城ありがとう、アイちゃんがね、落ちしそうだから私はお風呂に連れてって、俺もお風呂連れて行く、ありがとう、じゃあ私もゆき行く、じゃあゆきの待つ、待ってくれるの、それかアイちゃん連れてライク先に行かないとこの子多分寝ちゃうから、大丈夫、じゃあ歌歌いますか、じゃあ。歌歌いますか、じゃあアイちゃん介護介護この後みんなでお風呂行くよね、行かないの、行くの、え見つけ行ってきて行ってきて、嫌やねん、いやなんか寝転がってきた、アイちゃん来て嫌いだよね、あアイちゃんが寝ちゃった、寝てないユキちゃんのこと絶対待つ、かわいい、かわいい、何今の、かわいい、この人ちょっとやだな、助けて、ね、なんか今さ、ね、おかしい人ばっかりいる気持ち悪い、この人今日何日目だっけ、今日7日だから7日目すごい、えこれ1ヶ月間でしたっけ、1ヶ月、えらい、でも一旦1ヶ月だからもっと長いかもしれない、すごい、これさ固定される、持ってきてしたんだね、えらい、え褒められたあ、たかしんさんお疲れありがとうございます、お疲れ様です、あ、はい、めっちゃ斜めってる今日さ曲紹介めっちゃ間違えてさ、ロボットあ私は2曲目からずっとホテルロボットみたいになってた、じゃあ明日は完璧やな、おおさん、くまありがとうございます、あそこさめっちゃ焦る、いつも忘れちゃうからさ、そうだね、君も今日緊張して、君の嘘を知っていた、私も緊張しました、君の嘘を知っていた、ダウンタウンホテル百号室ハッピーエンド、なんかユニットだけめっちゃ緊張する、ユニットやっぱ確かに今日は前回あの秋田県よりも客席が近かったっていうの、なんかみんなの顔がよく見えたから緊張した目があったってことだ、確かに目があったんだけど、なんかあんまり目があった、あった、オッケーオッケー、あった、会いました、よかったよかった、ありがとう、めっちゃ見やすかったです、私も平田さんとめっちゃ目合いました、ね、一回待ってないんだけど一回待ってない、かすみんとはだって平田さんが見てくれないんですもんでも、全然暗みないですよね、ないの、あ、ゆきさんとあるよ、え私もあずと結構ある、あずちゃんは、え全然ないんだけど、ゆきとはないかも、え、あるよ、えあれ、ハッピーエンドで、ハッピーエンドあるけど、他はもうないかも、目合いたいって、え、合わせてください、じゃあそうだよ、一方通行、やばい、ゆきはみんなのこと見てるのに、そうですよね、見てくださいね、恋って難しいね、恋って難しいですよ、一方通行なんですよ、いつもなんかそういう人、そうなの、それ誰かが言ってた、恋は一方通行みたいな、恋は一方通行なんですよ、いつも悲しいね、それは悲しいですよ、だから明日は、じゃあ明日は両思いになりましょ う、ね、みんな、なる、あなる、ならせて、ならせて、両思い
ちいい。気持ちいい。気持ちいい。あの一箇所だけめっちゃファン、あの客席をめっちゃ贅沢じゃない？めっちゃ見る瞬間があるんですけど。でしょ？芸能人が前にいる。あの下手の一番前にいる人のことをめっちゃガン見するシーンがあります。なのでたくさん長い間目合わせたいって思ってくれる方がいたらぜひ下手の一番前ら辺で見てください。3秒くらい3秒くらい見つめます。映ってる席。そうだよね、市中公園だと席選べないもんね。いやー怖いこの人。誰推しでも来たなんか入ってきた。え今だよ絶対。え、あんま、え、食べ、あ、まだ残ってんの。え、食べた。 ASMR 始めてたね。え、し、え、え、そうだよね、市中公園席決まってるのか。うん、食べる？食べない？あ、食べる？食べない。え、なりますかそれ。え、一言も分かってない。なんない、全然なんなかった。びっくり、なんなかった。ん、でも、ほんとに5秒くらいかも。5秒くらいかも。5秒のデート中。お、お、え、茶色部やないか。じゃあ5秒のデート中に来てください。5秒だけなんだね。そうだよ、5秒同じ人見つめてる。え、どうやって、え、ひやなさん、どうやってレス、なんかレスってどうやってするんですか。ん、なんか落とし方レス難しくて、だってもう目合うだけでいいやろ。苦手なんですよね、なんかだから、ひやなさんどうやってやってるのかなって知りたい。レスしない。え、え、嘘。なんで嘘って言ったんですか。やっぱその直接ちゃんと見に来てくれる人にしか教えない。あ、え、じゃあ、え、じゃあさ、沼や沼、終わったら私にやってください。いいよ、ラーメン。いいんだ、ラーメン。え、私だけのレスですかそれ。私のためのそう、うるさい、カスミ、うるさい、うるさい、隣で怒ってるって。面白すぎる。さ、最初期の頃さ、こういうユキに好きって気持ち伝えれなくて小声でユキの好きって気持ちさ聞こえないぐらいでさ隣で言ってたのめっちゃおもろかった。めっちゃかわいい、かわいい。え、かすみ、かわいい、言われたことない、かわいいって。かすみはだって違うの。なんでジャンルが違う。ジャンルとか言う。ジャンルジャンルってなんだよ。かすみは違うの。さっきマジでアズちょっとやばかった。このこれがこれノックね、ノックね、ノック今見たらしい。あずゆきにノックしてた。ノックは伝わらないよ。そう、あの伝えるの難しいんだよ。また壁薄いよ、ね、この今日の部屋壁薄い。え、そうなんですか。うん、5秒のデート中。あいちゃん寝た。愛ちゃんが寝ました。愛ちゃん風呂行く。見えと編みたらし久しぶりした。一時期結構ハマってて絶対に起きない気がする。結構やってたんですけど久しぶりにやりました。え、あと4分で終わるじゃん。本当はあの劇場公演、公演でおろし系の髪というか劇場というかおろしの髪が好きなんですけど、劇場、あ、公演だと結構動くから髪ない方がいいんですよね。まとめ髪が本当はしたいんですけど、明日の髪型も決めてないの。まだ明日決めます。そうなんですよ、ハーフアップね、いいよね。最近はハーフアップ多めです。どうしよう、決まらない。でも岡山だから岡山っぽい髪型とか
ね。桃太郎、あ、ツーショット、そう、今も昨日から発売予約受付中なので、ぜひツーショット撮りに来てください。ツーショット、みんな寝た、みんな起きてる、全然静かにしてるだけ。みんなと雪の時間奪ってないんだよ。知ってた？急に、なんか優しいじゃん、優しい。58分、あ、じゃあランキング早いか。じゃあスクショタイム、早くないでしょ、早くない。じゃあスクショタイムして7、え、あ、7個でね、これ反転7日目。まあいいよ、ありがとう。やんないの、こういうの。うん、なんで崩れちゃう。なゆうがやってるからでしょ。え、崩れちゃう。こっちの方がいいか。落ち着きにやったら、あ、逆、こっち。今日いっぱい寝ないとね。ハート、オッケー。じゃあランキング読みます。あと1分、あ、そうだ、終わっちゃうやつだから早めに読みます。13位、ケーキさん、ありがとうございます。12位、キャシーさん、ありがとうございます。10位、スタニーさん、ありがとうございます。10位、みゆみさん、ありがとうございます。9位、うるちゃん、みずみん、シー公演初日おめでとうなんかありがとうございます。誰、あ、初日おめでとう。結構前です。あ、そういうこと。あれと、なんかランキング、どうしよう、ランキング変わった。あ、変わっちゃった。じゃあ変わって、11位シュエモンさん、ありがとうございます。25秒です。待って、10位タカシンさん、ありがとうございます。9位、ゆきあずみゆのフォーコさん、ありがとうございます。8位、スタニーさん、ありがとうございます。7位、タンさん、ありがとうございます。6位、SK さん、ありがとうございます。5位、洋楽バカおじさん、ありがとうございます。4位、マサさん、ありがとうございます。3位、ナオリンゴさん、ありがとうございます。1位、くるくるちゃんさん、ありがとうございます。あ、2位、1位、おおさん、ありがとうございます。あ、読めた、間に合った。おお、ぴったり、ありがとう。おやすみなさい、またね。